フランシスでレポートでキャッスルの、フランソワルイ・ドゥ・ラポルト、フランソワ・レポートやフランシスでキャッスルの、フランソワ・デルポーテなどとも表記される。1810年12月25日から1880年2月4日は、フランスの博物学者である。ロンドンで生まれた。母親は、ラフォルス公爵の娘、メナール・ラバロ伯博爵夫人である。パリで、博物学を学んだ。 フランス貴族の家系で1837年から1841年の北米、中米の科学的探検や1843年から1847年の南米の科学的探検を率いた。北米ではカナダの湖の動物症を研究し、ルイ・フィリップによって派遣された南米への科学的体験では、リオデジャネイロからリーマを経由し、アマゾン川、ラプラタ川を探検し、 ブラジル北部のパラーに達した。1848年にバヤのフランス領事に認知られ、1848年から1862年までは、シャムの領事、1864年から1877年の間は、オーストラリアのメルボルンの領事を務め、メルボルンで没した。オーストラリアのブリスベン博物館のカール・スタイガーによるいたずらでアンパックス・スパチャロイズという魚類の スケッチとラポルトの1879年の記載文が別造された。1930年代にオーストラリアの魚類としてリストアップされていた。イラクサ科のムカゴイラクサ族の学名、レポーティアはラポルトに懸命されている。キャッスルのは植物の学名で命名者を示す場合にフランソアルイ・ドゥ・ラポルトを示すのに使われる。1812年という説もある。 ありがとうございます。